高梨から右脇腹付近に支給を受けて悶絶。その後は延長12回までフル出場。球団は4日、兵庫県内の病院で検査を受け、右肋骨骨折と診断されたと発表した。痛みの程度については自分でもよくわからないですと近本。一度広島入りしたことについては自分の感覚はわからないですけど、広島に行って判断しようと言われたのでとし、悔しいとか正味どうでもよくて、ただ怪我したっていうだけで、まあ自分でした怪我じゃないので別にそれがどうしようかってこともないしと複雑な心境を話した。一方、巨人高梨は試合後近本に言及。骨折ということで本当に大事な時期ですし、彼のキャリアの中で骨折で離脱させてしまうのは申し訳ないと謝罪した。イライラやん。高梨にキレてるやん。肋骨折れてるやつに話しかけるなよ。やばいな。高梨の態度もおかしなもんやわ。自分でした怪我じゃないとかはっきり言うな。結構キレてそう。かわいそうやな。メンタル崩壊してるやん。デッドボールはしゃあないやろ。職業病みたいなもんや。でも阪神ファンによると避けられない方が悪いんだよね。藤波の時もそう言ってたし、あいつら肋骨や手首ってフルスイングできるようになるまで時間かかりそうね。野球ができなくなることにイライラしてるけど、誰に怒りをぶつけたらいいのかわからないんや。